逆光鏡も楽しいマリサだぜ。圧倒されてる霊夢です。テンション低いな。マリサのテンションが高すぎでドン引き。まあ何より今日も楽しく過ごそうぜ。最近のおもちゃってハイテクすぎない？ゲームに関してはハイテクだな。おもちゃにしてもなんだかね面白いんだけど、もう少しシンプルでいいかな？じゃあ80年代のおもちゃを解説するか？いいね、興味ある。今回は懐かしすぎる80年代のおもちゃをゆっくり解説していくぜ。聞くよろ。まずはポッピンアイっておもちゃだ。ポッピンアイ？知らないな。弾力のあるゴムでできてて中がくり抜かれた半球体のものだぜ。どうやって遊ぶの？裏返して机とかに置くと元の形に戻るときに高く飛び上がる。それだけ？シンプルだろ？シンプルすぎるでしょ？そのシンプルなところがいいんだ、証拠に今でもガチャの商品として入ってるぜ。そうなんだ。恐怖の円盤生き物ポッピンアイって名前のやつもあるぜ。なかなかの名前ですね。これは知ってると思うが、パンチガム。パンチガム？パッチンガムなら知ってるけど。パッチンガムとも呼ばれてたから同じものだぜ。今もあの形状のガムって売ってる？少なくなったが販売はされてるぜ。ということは今でもパンチガムも販売されてるってこと？ジョークガムという名称で販売されてる。昔やられたな、当たる場所によっては痛いんだよね。経験したことないが痛いらしいな。本物じゃないと分かっててわざと引っかかってあげるんだけどね。似たような商品で電流が流れるボールペンもあったな。今考えればどっちも不自然だけどね。今も100均とか覗いてみるとあるかもな。女子のおもちゃはないの？シルバニアファミリーなんてどうだ？今もあるでしょ？根強い人気だな。懐かしくないじゃん。発売当初は家と11個の株で動物の家族が9種類だったんだ。今はものすごい数あるよね。シンプルじゃなくなったな。集めたくなるんだよね。もう一つお風呂作っちゃう？みたいな。浴室二つとはバブリーだな。完全に売り手の思惑にはまっちゃうのよ。売り手の思惑がはっきりしてるのはキャベツ人形だな。ああ知ってる、アメリカのおもちゃじゃなかった？アメリカ生まれで世界的に大ブームになったな。なんでそんなにブームになったの？キャベツから子供が生まれるというモチーフで作られた抱き人形だった。それだけで大ヒットはしないよね。人形一つ一つに名前と生年月日があって出生証明書までついてたんだぜ。好きな名前はつけれないんだね。顔の表情も肌の色もヘアスタイルも違っていたんだ。凝ってるね。一つ一つ違うから他のも欲しくなるよな。メルちゃんは何体買っても同じメルちゃんだしね。そうやって一体じゃなく友達も欲しくなるんだろうな。考えた人はなかなかの悪だね。販売戦略の成功だな。購入者の心理をしっかりと考えてあるんだね。私的にはなぜ売れたのかわからないのがフラワーロックだな。ロックンフラワーとも呼ばれてなかった？そんな名前でも呼ばれてたな。周りの音に合わせて動くから可愛くて売れたんじゃないの？そうだと思うが、私には可愛いと思えなかっただけだろうな。最近の太陽光で動く人形と一緒だね。感性は人それぞれだからな。動くたびにウィーンウィーンって音が鳴るのは気になったけどね。全世界で850万個売れてるってことは私の感性がおかしいのか？心配しなくていいよ、私の方が変だから。そうだな。誰でも持ってたやつもあるよね。ルービックキューブだな。それは持ってたね、もしくは家に一つはあったね。本家のものじゃないやつもいっぱい発売されてたな。許される時代だったんだろうね。ハンガリーのエルノールービックって建築家が考えたパズルなんだぜ。組み合わせを作るからパズルなんだ。全面を揃える速さを競う大会もある。私は一面しか作れないけどね。6面揃えるコツがあるらしいぜ。知りたい。私も知らないから自分で調べろ。そんなバナナ。ドンジャラがある家も多かったな。子供の麻雀ね、必ず何かなくなってしまう。スネ夫がいないって騒ぐんだよね。ドラえもんの絵だったな。ちょっと大人の気分も味わえる。今でも販売されてるんだぜ。今なら普通の麻雀買うよ。大人になったな。大人になったからゲームコーナーにも行かなくなったな。じゃんけんマンって知ってるか？ゲームコーナーに置かれてるぜ。トランプマンなら知ってる。機械の真ん中にグー、チョキ、パーの画像が表示されて勝ち負けを競うゲームだ。小さい子供がよくやってるね。知ってるってことはゲームコーナーに行ってるんじゃないのか？バレた。行くのは悪いことじゃないからな。確率なんだろうけど負けると意地になるんだよね。さてはじゃんけんゲームもやってるな。コインゲームやってて残りが少なくなったらやっちゃう。小さな子供には譲ってやれよ。すみません、円2000円って財布の中身が飛んでいく。
子供たちが熱くなったものといえばビックリマンシールだな。今も高値で取引されてるでしょ？10代目の悪魔 VS 天使のシールだな。それだけかと思ってた。1977年にドッキリシールから始まって悪魔 VS 天使が1985年から発売された。へえ、最初は違ったんだね。悪魔 VS 天使に代わってからビックリマンチョコを買う客が急増して、一人巫女までなどの購入制限もされた。シール目当てだね。シールだけ取ってチョコは捨てたりする子もいたそうだ。それはダメよ、この皆さん真似しちゃダメよ。シールの盗難や恐喝事件も発生して社会問題にもなったんだぜ。コレクター恐るべし。コレクターといえばトレーディングカード。確かに、カード出すという販売機もあった。販売機？1枚20円で販売するカード出す20や5枚セット100円のカード出す100という、自販機が駄菓子屋やスーパーに設置されてた。どんなカードだったの？アニメや漫画のキャラクターが題材でキラキラして高級感があったから、人気になったのかもしれないな。キラキラしてるなら私も欲しい。コピー製品の防止の意味もあるそうだ。最初から対策してたんだね。そのおかげかわからないが人気のものだと1枚20円だったものが、1枚1000円以上で取引されてるぜ。ちょっと探してみようかな。もしも大量にあったらお宝だな。買った覚えはないからないと思うけどね。私は興味がないから関係ないけどね。本当にあったら喜ぶくせに。チクタクバンバンって知ってる？歌？1984年に発売されたおもちゃだ。どんなおもちゃ？15枚の線路プレートを動かして時計型のおもちゃを脱線させないように動かし続けるおもちゃだぜ。パズルみたいにパネルをスライドさせて遊ぶんだね。シンプルだけど、なかなか難しいようだ。ボケ防止にいいかもね。時計だけにチンってなったら交代してパネルを動かし、時計の動きを止めたり転ばせた方が負けってゲームや、協力して動かし続けてみたり発想次第で色々と楽しめるぜ。なかなか面白そうだね。面白そうなゲームがある反面すぐに飽きそうなものもあるぜ。飽きちゃったらダメでしょ。ドライビングターボっておもちゃだが大人だと確実にすぐ飽きるだろうな。どんなおもちゃなの？めちゃくちゃ興味あるよ。子供が車を運転する感覚で遊べる。今はゲーセンとかにハイスペックなドライビングゲームはあるからね。キーを回すとスイッチが入ってエンジン音がするし、ギアを入れ替えるとエンジン音も変わって映像もスピードアップするぜ。当時にしてはハイテクなんじゃない？映像は繰り返しループしてる感じだし、道からはみ出たりしても大丈夫。ひたすら運転するだけのおもちゃだ。運転に特化したおもちゃだったんだ。70年代のスーパーカーブームの影響か左ハンドルの外車がモチーフだ。それは子供がほっとかないね。エンジン音といってもとても本物に似てると言える音じゃない。でも男の子たちは欲しがっただろうね。ドライビングターボとほぼ同時期に出てきたのがミニ四駆だ。それは知ってる。1982年に第1号が発売され、1986年発売のレーサーミニ四駆が、第1次ミニ四駆ブームのきっかけになった。根強い人気だし、いろいろなところで大会とかもあってたよね。1987年にダッシュ四駆ローって漫画が始まってブームは加速し、いろいろな大会が開催されるようになったし、全国大会も開催されてたんだぜ。そこまで言ったらすごいよね。パーツがたくさん発売されていたから自分独自のミニ四駆を作れるから、余計に人気が出たんだろうな。確かに昔の映像で工具箱みたいなの持ってる人見た気がするね。ボディだけじゃなくてモーターを変えたりして、速く走れるマシンを作ることが楽しかったんだろうな。大人もハマるのがわかる気がする。大人の方が自由に使えるお金は多いから改造もしやすかっただろうな。子供の夢が。チョロキューっておもちゃもあった。チョロチョロ走るとかじゃないよね。チョロチョロ走るキュートな車が由来だ。当ててしまった。車を押さえてバックさせて離せば進むシンプルなおもちゃだ。そのシステムのおもちゃは今もキャラクターものとかあるね。チョロ Q は人気の自動車がモチーフだ。人気の自動車がモチーフなら競い合って買ってただろうね。車の後ろにお金を挟めるようになってて、10円玉を挟むとウィリー走行ができる。自動車がウィリーなんてありえない。今も発売されてるし、いろいろな機能も追加されてるから楽しめると思うぜ。どんな機能が追加されてるの？コントローラーがついてるモデルもあって、レースやいろいろなゲームが楽しめる。そこまで言ったらすごいね。女の子向けの可愛いキャラクターのチョロ Q も発売されてるからな。男の子だけじゃなく女の子向けまで進化し続けてるんだ。男女関係なく制覇しようと目論んでるな。ラジコンとなると高くて手が出ないが、チョロ Q くらいなら気軽に楽しめる。確かに子供に豪華なおもちゃはもったいないね。
豪華仕様で子供たちの憧れ超合金。超合金は聞いたことあるテレビの鑑定番組で高値がついてるの見た。マジンガー Z を原点に1974年から超合金シリーズとして発売されてる。超合金って何？材料が亜鉛合金で頑丈で重厚感があるんだ。本当のロボットに近いイメージなんだ。質感的には近いのかもな。ブリキのおもちゃとは違うんだね。仕様も豪華だったので人気が出たんだ。それが80年代まで人気だったの？1981年から1982年に放送されたゴールドライタンが発売されて話題になった。ゴールドということは金色？金色だけど金箔が貼ってあったそうだぜ。金箔ってどんだけバブリーなの？変形もしたんだぜ。ほう、変形始めました。その後は合体や変形を取り入れたデラックス超合金シリーズに進化していくぜ。へえ、面白い。80年代のおもちゃから変形するおもちゃが増えていったようだ。アニメの中でロボットが変形するようになったんだろうね。1987年にはトランスフォーマーが発売された。車がロボットになるやつね。アニメや映画ではどうにでもできるけど、実際に変形させるには大変だったよね。原型が存在するだけに大変だったと思うぜ。やっぱり日本人はすごいね。トランスフォーマーの発売元はタカラトミーなんだが、1982年にゾイドという組み立ておもちゃを発売している。ゾイドは知らない。ゾイドというアニメに登場する金属製生命体ゾイドのおもちゃだ。なんか面白そう。ゾイドは金属生命体、トランスフォーマーは超生命体や、ロボット生命体ってことになってる。なんとなく似てないか？知的生命体とかもあるよ。今の流れとは違うが、ゾイドは動物や恐竜がモチーフだ。動物や恐竜をデフォルメしたんだ。ゾイドは販売された後にアニメ化されたんだぜ。それだけ人気だったんだね。販売戦略の一つと言われてるメディアミックスってやつだな。メディアミックス？いろいろなメディアを使って成長させる販売戦略のことだ。今はよく使われてる戦略でしょ？いろいろな商品で使われてるな。タカラトミーさんの一人勝ち。同じ玩具メーカーのバンダイは1984年にタマゴラスを発売したぜ。黙っては見てなかったのね。卵型から変形するおもちゃで発売当初は動物が中心だった。子供は動物大好きだからね。1985年には1000万個も売り上げがあったんだぜ。1000万個なんて想像ができない。恐竜シリーズやファミコンのゲームキャラクターシリーズが売れたそうだ。全部卵型っていうのがいいね。その後も昆虫シリーズ、虫卵ラス。ついに名前も進化した。乗り物シリーズメカ卵ラスも発売されたんだぜ。卵ラス〇〇シリーズで良かった気がするのは私だけ？今はガチャポン卵ラスがある。ガチャポンになってるの？卵の形を利用してカプセルに入ってないそのままのものが出てくるぜ。エコですね。発想がいいな。今後探してみようかな。あったら教えてくれ。意外とマリサもコレクターだったりして。コレクターに人気といえばガンプラを忘れちゃいけないな。今でもマニア多いからね。ご存知の通り、機動戦士ガンダムだが作るだけじゃなくて、ジオラマと組み合わせて漫画のワンシーンを再現したり、作るだけのものじゃなかったんだ。マニアはすごい。対戦して傷ついてる機体を再現したり、芸術作品のように作り上げる人もいる。やっぱりマニアはすごいんじゃん。確かにオタクを超えると専門家だな。今もガンダムシリーズは放送されてるから、ガンプラも続いてるってことだね。ちゃんと手や足が動かせて動きをつけれるところも売れた要因だろうな。でも加工するのはすごいよ。たくさんの道具使って精密機器を組み立てるくらいの勢いだからな。やっぱりマニアはすごい。マニアのことバカにしてるか？冗談はよしこちゃん、私にはできないから尊敬してるよ。マニアといえば金消しを外すことはできないな。筋肉マン消しゴムだね。筋肉マンが人気だったから、金消しは主にガチャポンで販売された。ガチャポンって人気だね。手軽に買えるし、くじ引き感覚が楽しいんだろうな。なぜかあるとやりたくなるね。当時から集めることが楽しくてたくさん買う少年がいたそうだ。コレクターの始まりだね。金消しは一つの会社で作ってなくて、いろいろなメーカーが製造していたんだ。珍しいね。基本的には4センチ程度の大きさだけど、デカ金消しやチビ金消しも存在していたのはそのせいかもしれないな。複数のメーカーが作ってたらコンプリートするのは至難の業だね。今でも高値で取引されるのはそのせいかもしれないな。当時の子供がそんなこと考えてガチャ回してたら怖いけどね。そんなことは考えてなかっただろうな。チャンネル回してたね。当時の子供たちは金消しで漫画の中を再現したりしてたようだ。必殺技やってたんだろうね。プラモデルみたいに動くわけじゃないから、必殺技かけてる金消しもあるんだぜ。それはますますコンプリートできません。
当時集めれなかった大人がコンプリートしたくて買ってるんだろうな。聞いてたら欲しくなった。人気のやつは1万円じゃ買えないぜ。高、50万超えるやつもあるぜ。そんなバナナ手を引きます。ソフトビニール人形も人気だった。いつの時代も人気だよね。ソフトビニールのおもちゃは1960年代から売られていて、ゴジラやウルトラマンが人気だった。男の子向けばっかりだね。女の子用のソフビの代表がリカちゃん人形だな。でも80年代ってイメージないな。80年代のソフビの代表はドクタースランプあられちゃんだな。んちゃってやつね、可愛いよね。可愛さをうまく表現できてたんだろうな。どこの家にもあった気がするな。体だけあって頭は行方不明とか、おもちゃ箱の中でバラバラになってたり、重いおもちゃでぺしゃんこになってたり。懐かしい。可愛いといえばサンリオのゴロピカドンって知ってるか？雷様？ドリフのコントで見たことあるけど。サンリオのキャラクターって言ってるだろ。I'm sorry ヒゲソーリー。雷の国から来た兄弟って設定で名前は公募で決まったんだ。雷から連想する音つながりだね。発売当初は有名になれないボツキャラだったが、いちご新聞に掲載され人気が出たんだ。最初から掲載してたらよかったのにね。小学生女子に人気が出て、ゴロピカドンのイラスト付き文具がたくさん販売された。うちの家にもゴロピカドンがいた気がする。大切に使ってくれ。私の好きなゲームはないの？もちろんあるぜ。ゲームといえば任天堂だな。任天堂だね。任天堂は1980年に携帯型液晶ゲームウォッチを発売した。ゲームと時計の融合。この時は1種類のゲームしかできなかったが、手元で遊べる手軽さでめちゃくちゃ売れた。ゲームじゃなくて時計ですって言い張った人たくさんいたんだろうね。1983年にファミコンが発売された。これは解説の必要がないね。接触が悪い時は端子のところをフーフーして刺すときちんと動く。マリサもなかなかマニアックだね。1989年にはゲームボーイを発売。白黒の液晶だよね。白黒の液晶なんて売れないって意見もあったが、実際は売れた。ゲームを持ち運べる時代になったんだね。ゲームウォッチと違ってカートリッジを変えれば色々なゲームができた。カートリッジに名前書いてあった時代だね。携帯型ゲーム機時代の始まりだな。その後カラーになり、3D になったり、任天堂さんはすごいね。そんなに褒めても何ももらえないと思うぜ。ゲーム好きの私にいい時代をありがとう。いつどこでもゲームができるって霊夢には最高だろうな。いろいろと聞いてたら80年代って面白いね。いろいろなことが進化し始めた時代かもな。欲しくなっちゃった。当時は少年だった人たちも今は立派な大人だ。まあそうだよね。子供の時は欲しくても買えなかったけど、大人になった今は買える。自由にできるお金もあるしね。そういう人たちが探して買うから、どうしても当時のおもちゃは今高値になってる。金消しの時も言ってたね。私の経済力では無理なので諦める。とりあえず実家の押し入れでも探してみたらどうだ。何かお宝が眠ってるかもしれないぜ。確かにお父さんの思い出の品があるかも。あるかもな。さあ宝探しの旅に出発。感想やコメントもらえると嬉しいぜ。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ今回は明るく元気にこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。